こんばんは、ゆうかです。今回作るのはこちら。6月6日に発売されたガンプラ40周年記念のガンダム、ビヨンドグ、ガンダムグローバルビヨンドです。美しいプロポーションと広い可動域があるそうなので、すごく楽しみにしていました。箱側面にもポーズの参考が載っています。見えますか？色も結構シックな感じなのかなと思ってるんですが、どうでしょうか？それでは早速本編をご覧ください。それでは早速開けていきます。ランナーはこんな感じです。説明書はこんな感じです。表紙も裏面もすごくかっこいいです。中はこんな感じです。リアルグレードを経験すると随分少なく感じるのが不思議です。ランナーを並べるとこのくらいです。それでは順番に沿って作っていきたいと思います。まずはボディを組み立てていきます。これまで作ってきたハイグレードとは組み立て方が違うように思いました。パーツ同士をはめ込んでから動かすような指示が書いてあります。説明書を読むのが下手なので、ちょっとその部分は分かりにくかったです。胸元の青い色はちょっと薄いような色で綺麗な色をしています。ボディができました。近くで見るとこんな感じです。ちょっと白飛びしちゃってますが、お許しください。スマホの映像より見やすいといいんですが。次は頭部を作っていきます。いつも通り小さいですが、この大きさにもだいぶ慣れてきました。と言いつつ、アンテナを止める真ん中の赤いパーツがすごく小さくって、これには苦戦をしました。ちゃんとはめ込んだら頭部の完成です。近くで見るとこんな感じです。ずいぶん小顔ですよね。全体的なプロポーションを良くするためなんでしょうか。続いて両腕を作っていきます。腕の作りはこれまで作ってきたハイグレードと大体同じでしたが、手首の部分だけ違くって、可動域を増やすためか少し引っ張れば伸びるような形になっていました。一つの武器を両手で持たせたい時や躍動感を出したい時にこのギミックが生きるようです。両腕ができました。画面左側が少し外れている状態になります。右側と比べて違うのが分かりますか？ここで一度上半身をくっつけます。胴体と腕を組み合わせて、その後に肩のパーツと頭をくっつけます。上半身はこんな感じです。ウエストがくびれていて、この段階ですでにスタイリッシュな感じがします。上半身の可動域もちょっとご紹介します。腕はこんな感じに上までスムーズに上がります。手首もこんな感じに動かすことができます。もちろん手の方も動かすことができます。肩周りのこの動き結構すごくないですか？ウエスト部分もある程度動かすことができます。続いてスカートを作っていきます。広い可動域を設けるためだと思うんですけれども、真ん中部分以外は全て動きます。私がこれまで作ったハイグレードでは
後ろは動かなかったので、この違いにびっくりしました。スカートの完成です。スカートだけでは特に特筆したことはないんですけれども、後に見せるポーズの時にここの可動が結構生きてくるのかなと思います。次に足首を作っていきます。足首もかなり可動域が広くって、いろんなポージングを取れるようになっているのがよくわかります。後に見せるポージングで確認してみてください。足首ができました。足先の赤は白っぽくて落ち着いた綺麗な色をしています。続いて足首に続く足の部分を作っていきます。足のパーツは細かいパーツがたくさんあるわけではないんですけれども、可動域がとっても広いです。各パーツの大きさとか動かすギミックによって変わるんでしょうか。こういうの考える人ほんとすごいなって思います。両足ができました。こんな感じです。スラッと長い綺麗な足です。すべてのパーツをくっつけたらできました。ガンダムの完成です。すごくスタイリッシュでかっこいいです。後ろはこんな感じになっています。色味も全体的に落ち着いていて期待通りです。机に立たせてみました。すごいスタイルがいいですよね。ちょっと私のポージングが変で膝が曲がって猫背になってます。気になる可動域ですが、腕は先ほど上半身でお見せした通り難なく上に上がります。足の方ですが、すごくよく曲がります。こんなに曲げてもちゃんとはまっていて外れる気配はありません。しっかりした作りになっています。ただし胴体との接続部分は別のようです。可動域が広いので、こんなバレエみたいなポーズも簡単にできました。グリコのポーズ、特に意味のないポーズ、ブリッコみたいなポーズだってできちゃいます。盾とライフルを作って持たせました。プロポーションがいいので立ってるだけでも十分かっこいいです。武器を持たせたポージングになります。ビームサーベルを持たせてみました。前回作ったサーザクと例のシーンを再現してみました。こうやってポーズとか撮らせるときはやはりスタンドがあった方がいいですね。というわけで今回はこちらのガンダムを作りました。思ってたよりずっと可動域が広くてびっくりしました。配色も私が好きなちょっとくすんだような色で買ってよかったなと思います。アニメはオリジンを先日見終えたんですけど、ガンダムができたというところでガンダム自体は出てきてなかったので、初代ガンダムも見ていけたらなと思ってます。オリジンから見た方が登場人物の魅力がそれぞれ分かって、私には見る順番としては良かったのかなと思います。ちょっと脱線しましたが、このガンダムすごくかっこいいので皆さんもぜひ買って作ってみてください。最後まで見てくれてありがとうございます。
この動画がいいなと思ったらチャンネル登録とグッドボタンをよろしくお願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバイ。